はい、こんにちは、TA です。今日はですね、株式公開買い付け TOB について、ブログには書かなかったことについてですね、深くというか、より詳しく説明していきたいと思います。まあ、ざっくり言いますとですね、まあ、TOB のイベント攻略するにはどうしたらいいのかということについてのお話です。で、この記事ですね、2月5日に投稿した記事、日本オフィスシステムが株式公開買い付けに賛同に表明と。下に写真が貼ってありますね。これはチェーンでロックされた、まあ、画像なんですけど、まあ、南京錠がついてますよね。まあ、この南京錠がポイントですね。では、記事読んでいきます。2015年2月4日、日本オフィスシステムは株式公開買い付けに賛同に表明いたしました。IR に保証書書いてあります。TOB されたということですね。一番気になるのは買い付け価格ですね。買い付け価格、TOB 価格は2100円と発表されています。まあ、IR を別に読まなくてもですね、Twitter とか、掲示板とかで流れるので、読まなくてもいいとは思いますが、まあ読んだ方がいいでしょうね。まあそういう風な癖をつけといた方が、まあいいと思います。で、この時のチャートを見てみましょうかね。発表になった翌日でね、ストップ高しました。日本オフィスシステム3790ですね。これ前日の終値が1680円ですね。で、翌日は2080円にストップ高。書いてありません、ね、ストップ高と。で、この時ですね、出来高が23100株あったということは、23100株分の売りがあったってことですね。まあ、誰が売ったのかわかりませんけど、2100円でおらずに2080円で売ったってことですね。あ、これストップ高するんですけど、どうしてストップ高するのかっていうと、前日の終値が1680円ですよね。それで、TOB 買い付け、TOB の価格が2100円なので、まあ、1680円という価格のついた、株式という権利が2100円で売れる、買い取ってもらえるということが分かったんですね。1680円のものが2100円で売れる。とするならばそこに買いがどうするのも当然の話ですよね。まあですから買い注文が殺到してストップ高になると。まあこの時は23100株売った人がまあどっかにいたということですけどね。この TOB の銘柄の攻略ができるのかって話ですね。2日前に日立機材が関連銘柄確保を確認中に指定された理由はにも書きましたけど、TOB 発表の翌日に株価が TOB 株に向いて急騰する方としても、ほとんど株を買うことはできませんし、買えたとしても利益率が悪くなりがちですね。早口で喋ってますけど、まあ、TOB の発表の翌日に TOB 価格に向けて急騰すると。急騰するんですね。まあ、当然高く買ってもらえるからなんですけど、高く買ってもらえない時もあるんですね。というかですね。まあ、なんでそういうことがあるのかというと、まあ、後で説明した、いたしますけど、こういうふうにですね、TOB 価格に向けて急騰すると分かったとしても、まあ、売るという人がいないので、ほとんど株を買うことができないんですね。で、買えたとしても利益率が悪くなりがちですっていうのはですね、ストップ高というか、買い注文がいっぱい入るのに対して、売りの注文が少ないためにですね、まあ、比例配分になるんですよね。なんか、例えば、売りが1に対して買いが100とかですね。そうなると、まあ、たくさん資金を突っ込んだとしても、実際の利益率っていうのは、まあ、1% 給料とかそんな風になっちゃうんですね。まあ、100% 儲かると分かったとしても、さすがにそれは厳しいですよね。だから利益率は悪がちですって書いてあるんですね。で、この現象なんですけど、IPO のプライマリ投資に、まあ、よく似てますよね。まあ、どこに似てるのかと言いますと、まず買うべき銘柄は確定していますね。買うタイミングや売るタイミングを明確ですね。IPO のプライマリ投資の場合は、まあ買うタイミングっていうのは、まあ申し込みの時ですからね、すぐわかりますし、売るタイミングっていうのは、まあ初値で売ると。これも明白ですね。まあつまりまあ買うだけで、まあ利益出ると。売るタイミングわかっているので、買うだけで利益出るとわかっているため、株に対する需要が急激に増加しますと。まあ、要するに簡単だってことですね。簡単に利益が出るので、まあそこに買いが殺到いたします。結果として、なかなか手に入ることはできませんと。まあ、TOB も同じでですね。まあ、買うべき銘柄で確定してますよね。発表がありました。だそこで買います。買うのは翌日ですと。で、売るタイミングというか、売る価格っていうのがもう決まっているので、まあ、TOB 価格ですよね。まあ、買ってないと売るタイミング、その価格になった時売ればいいということも明白ですね。要するに買えば、まあ、簡単に利益が出ると。ということがよく知られているために、その需要が急激に増加する。結果として手に入ることができ、手に入れることができないってことですね。まあ、IPO プライマリ投資同様、TOB 発表後に TOB 価格を買うって、TOB 銘柄を買うっていう作戦を決めた方が良さそうですね。
では、TOB イベントも諦めないといけないのでしょうか。いえいえ、論理的に考えれば TOB イベントの狙いどころが残ってますね。論理的にって書いてあるのは、TOB 発表後に TOB 銘柄を買うというのは諦めた方がいいことなので、TOB 発表前に TOB 銘柄を買うという作戦は、まだ狙いどころがありそうですね。これを指して論理的にって書いてあるんですね。すなわち TOB 発表前に買うと。TOB イベントっていうのはですね、まあ、利益が出るんですね。当たり前ですけどね。で、狙いどころというのは TOB 発表前。で、かつ、TOB 発表前にその銘柄買うことができれば、利益は出ます。しかし、これ、利益が出るというのはですね、まあ、挑戦する人が少ないことを意味していますよね。まあ、先ほど書きましたけど、TOB 発表後に TOB 銘柄を買うというのはですね、まあ、たくさんの注文が、買い注文が殺到するために、利益とほとんど出ないと書きましたね。一方で TOB 発表前に TOB 銘柄を買うというのはですね、これは結構利益が出るので、まあ、挑戦する人が少ないということを意味していますね。ではなんで挑戦する人が少ないのかということなんですが、それはそれなりの障害があることを示しているからですね。で、それなりの障害って何なのかっていうと、まあ、日本の今上場企業はまあ3500社程度ですかね。で、その銘柄、3500銘柄のうちどれが TOB されるのかわかんない。これがかなりの障害なんですね。一応 TOB される銘柄の特徴ってのはあるんですけどね。まあ、その特徴があったとしても、数が多すぎる。すなわち買うべき銘柄が確定しない。そして、いつ TOB されるかもわからない。ので、買うべきタイミングもわからない。なんですが、実はこの TOB っていうのはですね、リークされることがあるんですね。そして、それが記事に出たりします。まあ、新聞とかですかね。そうすることによって、で、TOB しますよという正式な発表前に TOB の銘柄を買うことができます。ただですね、じゃあリークされた銘柄を機械的に買えばいいのかというとそういうわけではないんですね。まあ、それができるっていうのであればですね、まあ、利益というものはまあ小さくなっちゃいますね。まあ、誰でも挑戦するかですね。誰でも入るってことは、その分利益は小さくなってきます。で、どこに障害があるのかと言いますと、TOB、まあ、されるとか、するとかいう、リークした記事が出た後、で、実際 TOB にしますよという正式発表があるまでにかなりの時間がかかるんですね。まあ、数ヶ月とかですね。まあ、実際、リークされて TOB されるかはどうかもわかんないですからね。これが困ったことなんですね。ここにそれなりの障害というものが存在しますね。それなりの障害ですね。それなりの障害というのは、まあ、冒頭に示したように、まあ、南京錠を破壊する程度の障害なんですけどね。まあ、どういう条件の時にですね、実際そのリークされた情報通りに TOB されるのかということは、まあ、ぜひ自分で調べてみてください。まあ、ちゃんと Google で検索してくるとそういう情報って出てきますので、まあ、探してですね。まあ、ぜひぜひ TOB 銘柄というか TOB イベントをですね、攻略してください。以上 TA でした。